生で見、あ、また止まっちゃうかな。もしかしたらなんかアーカイブが残らないかもしれないです。ごめんなさい、前半部分。今からですね、今、ジグザグジギの DVD の宣伝をしてもらったので、それだけでちょっと不公平なので、ツインテールにも来てもらってます。ツインテールのお二人です、どうぞ。はい、じゃあ自己紹介お願いします。後ろスキー金子の話という番組です。ツインテールの瀬戸です。そして、ツインテールの倉沢です。よろしくお願いします。いやね、はい、俺も DVD 出してね。ついね、出したっていう感じがあるんで。そう、タイトル見て。ネタ見てな。そうなんですね。うん。ね、ジグザグと順位競ってるって。そうなんですよね。うん、同時発売だったから、うん、頑張っていかなきゃいけないなっていう、ね。そうよ、どっちにも負けないように。うん、そう。言ってください。うん、そうなんですよ。うん。だからね、うん、ちょっと売り上げにもね、貢献してほしいなと思ってるんですよね。まあ、もうでも、うん、ライブとかでもよく一緒になるし、そうああ、ごめん、うん、一人だけにしちゃった。ああ、はいはい、うん、そうです。セッティとガクちゃんで2人でついてる。そうなんですね。リブリー出来はどうなんですか。ジグザグはネタの数がとりあえず一番多い。ああ、はいはいはい、うん、僕らもね、本当割と入れたいネタがスッと決まって、うん、結構2人とも気に入ってるネタいっぱいある。パッケージの出来は、うん、すごいもんね、そう、パッケージは結構こだわった、うん、こだわりましたね。ああ、なるほど、うん、設定的にはこのネタ見てほしいみたいなのある、うん、俺的にはやっぱオープニングでコントじゃないんですけど、うん、ちょっとした小芝居が入ってるんで、そこも楽しんでもらえるかなと思って、ね、ああ、なるほど、そういうのも入ってる、うん、そういうのが入ってる。ガクちゃん的には、うん、いや、そこですね、本当に基本的には。そこさえ見てもらえればこっちも満足だし、うん、楽しいなっていう気持ち。そうだね、はい、なるほど。とにかくたくさんの人に見てもらいたいなっていう感じがありますね。そっか、うん、だから、なんだろうね。だから、どこ見てほしい？一番。いや、それ見てほしいのはやっぱネタだよね。ああ、ね。まあまあまあ、もちろん。最後のネタなんかはね、結構。うん、俺ららしいネタで、一本だけ、俺ら長尺のネタが多いんですけど、うん、長いね。うん、今回、一本だけ入れようって、お気に入りの二人のね。長いのも結構、じゃあ入ってる。あれ結構長いよね。あれは多分10分。あれ結構長いんだよ、ね、本当に。あれはね、本当ぜひとも見てもらいたいな。うん、それは気持ち悪い、うん。あれを入れられたのはだから結構良かったなと思う。うん、いや、本当にあれがね、DVD になるっていうのはやっぱり、うん、すごい強いところ。まあ、DVD 出すなんてね、うん、夢だったね。いや、本当にそう。でも特典映像とかもあるんですよ。特典映像はジグザグと2人で、ただただ話してる。そこね、見どころですからね。狙って何かをやるっていうよりは、素で何か、ただ喋ってるのかなっていう。やっぱでも瀬戸さんはね、そのタイトル言うとことかもね、うん、はいはい、あれはでも毎回ね、いや、金子さんこれどうしたいんですか。金子さん聞きないでしょ。俺らが入れ替わる。いやいや、キラーポーズ2人出てきた。いや、せっかくいっぱい出てるからこういうの。これ前半残ってないの。いや、残ってないかも。俺家帰って見たかったんですけど。前半もすごい面白い。めっちゃ面白かった。確かに面白そう、うん、ずっとこれやってて。ジグザグジギーの2人が坊主になるはい、という感じなんですが、ちょっと打ち上げに戻りますので、今日の講座はちょっと短いし、あといろんな人がいろんな形になって現れましたけども、ぜひ皆さんツインテルとジグザグジギーの DVD をレンタルでもいいので、借りてでもいいので、はい、見てあげてください。はい、ちょっと待ってください。最後にみんなをお見せします。はい、この持ち光か。はい、ここがツインテルでした。はい、本当はここがジグザグジギです。はい、以上、オジンオズボーンの話ズボンでした。おやすみなさーい。